大塚直人氏は福岡県八女市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学校3年生の頃から野球を始め、八女市中学校時代は広川シニアに所属。九州学院高等学校では1年次からベンチ入りを果たす。1年の夏の甲子園には控えとして出場。秋からは主戦投手となり、2年の春の選抜に出場。 3年の春の選抜にも出場するが、2回戦で、藤波慎太郎を擁する大阪桐蔭高校に、敗れた。3年の夏は、熊本県大会の準決勝で2年生エースの大竹幸太郎がいた、最最高高校に敗れて、甲子園出場はならなかったものの、秋に開催された第25回 AA、A、世界、野球選手権大会の日本代表に選出される。 チーム最多の5試合に登板し、12回に3を投げ、防御率は2.13だった。甲子園通算成績は37回、防御率4.86、26奪三振。高校の同期には、溝脇隼人がいる。2012年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3位指名を受け、11月16日に契約金5000万円。 年俸600万円で仮契約した。背番号は47。2013年1軍での登板はなく2軍で25試合に登板し1勝4敗、防御率4.45の成績だった。2015年5月12日に自身初の1軍登録を果たし、翌日の5月13日のオリックスバーファローズ戦でプロ初登板。打者三人に対し、 わずか6球で打ち取った。2軍ではリーグ4位、チーム最多の42試合に登板し、防御率も2.48と安定した成績を残した。2017年、1軍公式戦への登板機会がなく、10月1日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。二千十八年より巨人の打撃投手に就任。 最速時速 142km のストレートを持つ。ありがとうございます。